チーム欲求不満。ついにこの時がやってきてしまった。学園ハンサムレボリューション。前回学園ハンサム完全版をやったんだよね。何年前じゃねえな、4ヶ月くらい前にクリアしたんだよね。で、今回はなんかちょっと一風変わった、まあ BL ゲーなんだけど、このゲームまあすごいやつなんだけどすげえやつなんだけど、やっていきます。ニューゲームレボリューション。懐かしいあなたの名字と名前を入力してね。わあ、来た。懐かしい。この漢字懐かしいわ。とりあえず名前ね、もう覚えてないから適当にやってくわ。もう名前は適当にやってく。ということで、今回も多分主人公に対するこの呼び方多分、うーんとかって言うから、今回、うーんさんでいくわ。レッツレボリューション。お、やり方同じなんだね、前回と。プロローグ。なんかあったっけ、こんなん。さて、そろそろ寝るか。僕の名前は、この名前、多分この呼び方で合ってんだろうな、あいつらもこう呼ぶんだろうな、どうせ。花の17歳だ。明日、僕は近所の高校、私立バラモン高校に転入する。おー、やっぱこれ、あれなんでね、なんかパラレルワールド的なやつね。何でも、県内トップクラスのイケメンが集う男子校とか、一体どんな生活が待ってるのだろう。緊張とワクワクが入り混じるけど、寝坊したら大変だ。早く寝なきゃ。おやすみなさい。おロケ地エジプトっていう。絶対行ってないからね、これ。あ、ここはどこだ？おーい、もう自然とあいつの喋り方になっちまうわ。遠くから誰かが駆け寄ってくる。眩しいほどのイケメンオーラだ。そのイケメンは。あー、来た、これ。オレンジ色の髪が印象的だった。俺、こっちの印象だったね、これ。俺、こっちでやってこう。うん、おはよう。学園ハンサムレボリューション。始まー懐かしい、この感じ懐かしい。第1話。いやいや。ああ、もう。遅刻だー。お、懐かしい、この感じ。あ、似てる。僕の名前は、この4月、親の転勤でこの、新宿市に引っ越してきた。実はこの町には昔住んでいたことがあって、ここに戻ってくるのはめっちゃ噛むな、おい、今回。大きくなって、昔とは違う目線から見る、現在人士は、懐かしいようで別の町のようにも見えて、なんだか不思議な感じだ。ここは僕が通う高校、私立バラモン高校。県内トップクラスの実力を誇る名門男子校だ。この学校に通い始めて、今日で1週間。今日はどんな出来事が待ってるのかな。やっぱ合ってるな。俺の読みが合ってるわ。お、先生が咲夜さんなんだね。この人覚えてるわ、ちゃんと。この人は三剣咲夜先生。僕のクラスの担任だ。明るくあふれるガッツでみんなを元気つける素敵な先生だよ。前回言うても人殺してたからね。ああ、今日の朝ごはんは何だった？ああ、なんだろうね。フランス風チーズフォンデュの生ハムあえそよ風を添えてです待って、フランス風チーズフォンデュの生ハムあえそよ風を添えてそよ風を添えてって何を添えてんの？さすがこの学園きっての美食家なだけあるな。その様子なら今日も元気に555できることが約束されたも同然だななんかちげえな全然。元気に555だぜ。じゃあな。なんか性格が次郎ちゃんっぽいんだけど。先生は今日も元気だな。僕も先生を見習って勉強に運動に頑張るぞ。ああ。さて、1時間目の授業は何だったかな。あれ？教室に誰もいない。なんでだ？あ、そうだ。今日の1時間目は家庭科生調理実習団だった。すっかり忘れてた。急がなきゃ。でも今回なんかキャラの、なんかあれだよね。なんかキャラが違うよね。おやおや、そんなに急いでは危ないですよ。聞いたことあるこの声。わあ、ちょっと待って、俺の携帯がなんかいきなり叫び出した。10時とか言い始めたわ。ごめん、10時に撮ってることはないしね。あ、すいません。でこいつかよ、今度電子レンジの役。まったく慌てんぼうさんですね。君は最近来た転校生のさんですね。僕はこの学園の生徒会長、早乙女拓。うわ、マジかよ。以後お見知りおきを。大丈夫、学校潰れない？もう全員あれだよ、他行とか言えないからね。早乙女拓也、あの人が生徒会長なのか。幼なじみ誰だよ。なんだか生徒会長らしい風貌には見えなかったけど、でも仕草が上品な人だったな。全然上品じゃねえよ。お兄ちゃん、おかえり。完全な妹かこれ。お前、どこが弟だよ。彼は僕の弟、次郎、48歳。もう設定が意味わかんない。今日はバラモン高校、イケメン写真撮ってきてくれた？やりづれ。撮らねえよ。お前小学生なんだから変なことに興味持つんじゃないよ。お前どう考えても小学生じゃねえだろ。お前中年だろ。いや、中年っつうかもう48歳でしょ。つまんない。いいもん、次郎、バラモン高校に勝手に潜入しちゃうもん。勝手にしろ。通報されるよ。いいから寝ろ。まったくあいつはうるさい弟だな。でもそんなところが可愛くもあるんだけどね。まあ、確かに可愛いっちゃ可愛い。まあなんか風貌はちょっとヤクザだけど。さて明日も早いし寝るか。おやすみ。いや楽しいなこれ。やっぱ寝坊しちゃった。早く教室に行かないと。あれ、廊下で誰か倒れてる。転んだのかな。いやこれ誰だろうな。俺の予想、電子レンジのなんかあれっぽい。おめえかよ。おめえかよ。あ、この前の早乙女拓也くん。やっべえ、書類が散らばっちゃった。やっべえ、俺マジおっちょこちょい。ああ、めっちゃ笑ってる。はっ、君はいつぞやな転校生。おはようございます。お、早乙女くん、なんだか口調が違ったような。なんかもう役作りしてんのこれ。あ、書類拾うの手伝いよ。あ、サンキューじゃなかった。ありがとうございます。では私はこれにて失敬。こいつ絶対なんか隠してるぞ。ん？今サンキューとか言ってたよな。早乙女くんなんか様子が変だな。あ、やばい。俺しゃっくりが出始めたぞ。お昼休みだ。取りにでも行こうかな。よ、ああ。ああ、やつだな。ゆうちゃんだな。あ、こんにちは。待って、今回ゆうちゃん校長？この人は校長のゆう先生。気さくでお茶目な名物校長先生。かっこ9歳だよ。ああ。もうおかしいよこの世界。ああ、今日の朝ごはんは何だった？もうこれ校長先生のわけねえもん。サハラ砂漠の厳選されたトマトから染み出るエキスの芳香な香りに包まれた鮭のムニエル、そういうかそれです。お前朝ごはんめっちゃいいやん。さすが美食家だな。それはそうと、ゆうちゃんのドキドキ星占い聞いていくか？あ、これ前回の完全までもあったな。やっぱ星占い。おっと、では知らないものはいないと言われるほどの有名な星占いを知らないのか？ああ、知らない。バラモン高校の母子とゆうちゃんによる星占いは当たらないわけがないと評判。ほう。連日校長室の前には行列が絶え間なくできるほどの占いなんだぜ。いや、ものすごい棒読みなんだけど大丈夫？今日はあ、俺じゃねえや。お前のためだけに占ってやるぜ。お、ありがとう。校長がその格好でいいの？お前せっかくだから聞くか。そうか、じゃあせっかくだし聞いてみようかな。今日のあーの運勢はベリベリハッピー。おお、いいね。あの人の有力な情報が聞けちゃう。大接近のチャンスに巡り合えちゃうかも。あ、それが拓也だったらいいんだけどね。ラッキーカラーはオレンジ。好きな食べ物はお茶漬け。ラッキーアイテムはピンクの便箋だぞ。じゃ、またな。かわいいなこの校長。さりげなく好きな食べ物を紹介された。それはそうと占い当たるかどうか楽しみだな。あー、キャラが変わってる。放課後だ、帰るか。お、あれは、あ、なんかあれだね、最初の選択肢で決めたからなんかこんな、なんかちゃんとした、なんか固定ルートみたいに入るのかな、今回。前回違ったからね。早乙女くん、忙しそうだね。いや、さん。今、生徒会の仕事は一段落したところです。なんせ一人で生徒会を切り盛りしているものですから。ああ、絶対友達いなそうだもんな。え？そんな大変じゃない？僕今日暇だし、なんか手伝おうか。いえ、そんな滅相もない。そうだ、せっかく仕事が一段落したところですし生徒会室でお茶でもしませんか。そこで生徒会の紹介でもできればと。なんか噛まないように頑張ってるんだけど、なんか棒読み感あるよね。なんか噛まないように頑張った結果棒読みになっちゃった感あるわ。早乙女拓也くん行くーお前ごぼうみてえだな。ようこそ我が高貴なる生徒会室という名の花園へ。え？おう。わあ、殺風景だな。生徒会なんで早乙女くん一人だけなの？あ、友達がいないから一緒絶対。電子レンジの役割でしょ、もう。我が高校の生徒会とは高貴なる役職。校内で最も気品あふれる生徒のみができる仕事なのです。ってことはお前一人が気品あふれる生徒だってことだね。他のやつらもう完全に見下してんなお前だから役員は私一人。しかしこれは名誉なことなのです。おお、はい。でも明らかに一人じゃ大変そうだし、みんなやりたくないから君に押し付けただけとかじゃない？そんなこと。いやでも、いやまさかそんなこと。いや多分9割くらい、いや、9.9、いや、10割多分そうだよ。そういえば、早乙女くん今朝なんだか口調がブレまくってたけど、どうしたの？は、バレていたのか。バレバレですけど。よし、君には本当のことを話すよ。実は俺、すごいバカなんだ。生徒会長なんて全然合ってないし、めんどくさい仕事ばっかり。うん。お前、前回でもなんか8点とか取ってなかったっけ？あまりにも仕事ができないから、せめて振る舞いだけでも生徒会長らしくしようと思って上品になろうとしたけど、やっぱ俺には合ってないんだな。合ってないと思う。俺もやめた方がいいよ。そんな。じゃあなぜ生徒会長になれたの？だってみんながやる生徒会長ができる気品のある生徒はお前しかいないって周りに言われて完全にやられ、お前完全に一人ぼっちやんそれ。俺も乗せられて気づいたら生徒会長やってた。乗せられて言えてなかった。でもさっきお前に言われて気づいたよ。みんなめんどくさかったんだなって。うん、すぐ気づけ。今まで気づかなかったんだ。確かにバカだなお前。完全なバカだ。騙されたと分かったら急に憎しみが湧いてきた。よし、明日この高校爆破するやれよ。いいよ、やってみろお前。それは良くないよ。そうだ、僕も生徒会に入るよ。一緒に仕事をバリバリこなして早乙女君をバカにしたやつらを見返すんだ。え、本当か？そうか、勇気が湧いてきた。一緒に生徒会を輝かせよう。頑張ろうな。うんうん。なんかめっちゃ元気出たけどお前なんかずっと笑顔だよな。お前全然悲しんでないよな。こうして僕と早乙女君の高貴なる日々が始まった。あ、やっぱルート固定なんだな。最初の選択肢決めたから今日は楽しかったな。ああ、ジロの部屋に行く。ジロの部屋行くか。あ、お兄ちゃん何か用？お前部屋似合わねえよ。お前そんな部屋やめろよ。セーブするわ。じゃまたねということで今回はここら辺でやめることにします。ついにね始まったんだけど、もう楽しくてしょうがねえわ。楽しくてしょうがねえわ。もうなんかホモとか関係なしで楽しめるわ今回は。なんか前回はねホモにならないように頑張ってたんだけど、まあ最終回らへんでちょっとホモになりかけたんだけど、まあ、ならなかったんだよね、前回は。で、今回は多分、乗り切れんじゃねえかなと思うんだけど、まあその方がいいや。ということで、次回も良ければ見てください。さよなら、じゃあねー。ようこそ、我が高貴なる生徒会室という名の花園へ。